1, 2, 1, 2, 3, 4. できちゃったんじゃない？できた！すごい。すごい。ちょっと練習しててね、これ夫婦でセッションなんですけど、ちょっとひとまず撮ってみようかって言って、1回目で、なんか今良かったんじゃないのって、ちょっとこっちが慌ててるけど、いい演奏だったね。素晴らしい！いやー、秋になったら歌いたいこの曲なんだけど、これね、今聞くと、すごいなんつうのか、高見沢さんのカラーがすごくてですね、原曲を聴いて、ちょっといろいろアレンジを確認してみたんだけど、なんつうかこの80年代テイストがすごくて、もうヘビーメタル、ハードロックの要素がすごいあったんだね。ほんで、なんか歌のメロディーも、キョンキョンの歌がさ、特に恋人たち、ここのとこの微妙なメロディー、もう聞き取れないぐらいのね、とまあでも、いい雰囲気だなと。なんとこの曲、1986年、小手さん、15歳の時。そうなんだ。僕14歳。へえ。まあ、14歳とか、だから、そうだな、僕は中2、11、中2、中2入れたんだよね。まさにだから僕がエレキギターに出会った時ぐらいかなって感じですけどね。86年ですよ。びっくりしちゃう。ね。僕が乗ってるこのベンツと同じ年にできた曲ですから。すごい。ということで、今日いきなり始まったんですけどね。夫婦でセッション。今日はちょっと構成を変えていきなりね、そうだね、演奏からお届けしようと思ったんですけど、はい、なんか久しぶりだね、夫婦でセッションやるの。なんか一緒に登場して、なんか洋楽のやったりとか、ね、いろいろあるけど、そうそうそう。まあ、よくやってるんですよ、夫婦でセッションは。これ、再生リストがあるんで。他の曲、夫婦でセッション、このアンサンブルのすごく、なんていうか、いいお手本になるといいかなと思ってですね、うん、やってるんですけど、まあ、普段リビングルームでなんかチャラチャラ引き出して、誰かが一人曲弾くところで合わせてハモったりなんかしてるんで、それを、まあまあ、動画でもシェアしようと思って、もう3年ぐらいやって、コロナの時からやってるんだよね。そうだね。やってます。いろんな曲やってるんで、他にもね、見てもらいたいんですけど、やっぱこの曲は、そのメロディーはすごい印象的だもん、うん、もう小手さんなんて歌は全部歌えるんだもん。そうだね。コードは見なきゃいけなかったけどね。うんうん、
そうなんです。すごいね、忘れないってすごいと思うよ。本当すごいと思うよ。で、しかも好きだったからね、この曲。でもさ、聞いて、レコードは買ったんですか？うん、だからテレビ。テレビでやったよね。そういう時代でしたね。はい、そうそう。まあ、キョンキョン好きだもんね、もともとね。まあそういうことで、もう昭和のね、歌謡曲大好きな小添さんもこの曲はもうやっぱり歌えるぜと。そうだね。2番まで歌える。フルコーラスで一応、見ずに歌えるっぽいです。そうだね、カラオケのね、そう当時定番だった的な感じだね。そんな感じで、まあ僕もメロディーをしてね、あのまあ聞いたことあるけど、まあでもサビもさ、ここサビってさ、精通な言い方を思い、あなたは気づかないだけだよ、うん、これがサビですよ。なんかこっから次に行くのかと思ったら、それがなんか斬新なんですよ。そうだね、斬新だね。で今聞くと、その途中の今日は感想はちょっとね、うんうん、高見沢さんのギターソロとかやらなかったけど、なんかちょっと牧歌的っていうか、うんうん、なんていうのかな、なんていうの、こういうのどっかヨーロッパとかスコットランドみたいなさ、うん、そんな意味で、そうダンってこうダンってこうトロロロ、そうそうそう、あれがね、うん、そうなんかちょっとそういう感じのニュアンスがまあある不思議なテイストだなというふうに思います。あのメロディーの前奏とエンディングのあのメロディーもタブ譜でこう表記しといたんで、ちょっとやってみてください。タブの読み方は概要欄に貼っておくんでね、まあ、見てもらいたいんですけど、とにかくあの一発でなんかクリア一応できちゃって、やっぱさすがだね、やっぱ歌を知ってるっていうのはすごいアドバンテージ、ね、僕の方が結構、まあ、必死だったかなという感じなんですけど、はい、またリズムがちょっと困ったけど、ね、まあまあでも楽しくできてよかったです、うんうん、はい、ぜひ皆さんもあのコードとテロップが出てたんでね、ぜひあの一緒にやってもらいたいんですけど、もちろんレッスン動画ありますよ、ガズレレレッスン動画、はい、こっちの方も、いいレッスン動画になってるんで、こっちもね、あのなかなかいろんな、ガズも当時2022年の改訂版だってリズム苦労してる様子が伺えます、ね、ダウンピッキングでやったりとかね、うんうん、あのでなんかね独特のリズムをねこう表現するウクレレ一本だとちょっと考えさせられる、うん、まあそんな感じでございますと。いやー、秋になってまた名曲がいろいろありますけど、はい、どうですか秋は。秋はね、うん、庭いじりがもうね、そうね、これからさらにね、秋とは自宅と一緒に、そうだよね、うん、春と秋が植え替えに向いてんの、春がやっぱ向いてんの。いや、秋もまだあったかい秋だったら大丈夫、うん、そうだね、うん、だからなんか今いろいろホームセンター行ったりなんか庭いじったりとかね、うん、虫が多いよねなんかね。そう、今年なんかね、今年はなんかみんなも多いのかな、うん、なんか虫がちょっとね、しょうがない、うん、虫も居心地がいい、あったかいからじゃないかな、そういうことかね、うん、まあまあとにかくですね、気持ちよく夫婦でセッションしましたよ、はい、ということで、久々、皆さんも一人でやるのもいいけどね、まあ、仲間とか家族とか夫婦でこうやってセッションしたらハモったりするとすごい気持ちがいいんでなんかこの夫婦でセッションを参考にしてやってみてください。あとお知らせとしては12月7日、はい、沖縄でイベントです。もちろん小杉さんも一緒に行きます、うん、はい、ウクレレ持って駆けつけてください。予約も申し込みも一切いらない沖縄スタイル、すごいよね。12月7日の15時に、那覇の純駆動に来てください。ウクレレ持ってワイワイやりましょうと、はい、であと直近としては11月11日ガズレレの日のイベント、もうソールドアウトなんですけどね、うん、もうあとちょっとなんで、もう本当楽しみだなということで、はい、参加される方もりもり楽しんでいこうぜということでございますけど、まあ言ってるうちにもう12月とかいう話になって、今年も終わるかみたいな感じですけどね、まあまあまたいろんなニュースも飛び出すことでしょう、うん、ということで、今日はちょっとね、はい、久しぶりにやってみたんですけど、やっぱりいいもんですね、ハモ、うん、ったりすると気持ちがいい、うん、結構真剣だね、はい、そうなんですまあ、ハーモニーって気持ちいいよね、うん、ハモってる方も気持ちいい、ね、ハモられる方も気持ちいいです、うん、上手くなった気がする。皆さんもガズのハモリで主旋律歌ってくださいね、うん、はい、いうことで、なんかいきなりできちゃって、なんかちょっと嬉しいを感じるあれ今よかったのかなみたいな感じ、そういう時もあります、はい、ということで、音楽楽しんでいこうね、ガズレレ見てね、じゃあね、バイバイ。